こんにちは、美穂です。私はハーフの娘が2人いる44歳のママです。実は私、脂肪腫の摘出手術をするために3日間入院することになりました。初めての全身麻酔です。今回の動画では入院前後の私の様子や自宅に残された家族の様子もお送りいたします。ぜひ最後までご覧ください。さあ、今日はこれから入院ですよ。今日は朝5時に起きて、ちょっと途中までね、準備してたのが、まず卵焼き作ろうかな。なんか卵焼きに鶏ガラスープ入れてみたらさ、なんか面白い味になった卵焼きでも作るのすごい久しぶりだな。入院直前ですが、朝はいつもと変わらず子供たちの朝食やお弁当を作りました。ちょっとここで私の脂肪腫がどんなものか紹介させてください。脂肪腫の位置はここです。最初にこの脂肪腫に気がついたのは10年前くらいでした。その時に手術をしていれば簡単な手術で傷跡も小さくて済んだと思うのですが、痛みもなく特に困らないので放置をしていました。そしたらこんなに大きくなってしまったんです。 MRI に入った時に8センチって言われたんですけど、そうだね、だいたい8センチ。放置するとどんどん大きくなる一方みたいなので、今回は思い切って摘出することにしたんです。ここにもね、あるんですよ。じゃあ今回はここの部分、脂肪腫摘出手術行います。傷もね、どれぐらいの大きさになるのかな、だいたい脂肪腫と同じぐらいだよって言われたんですけど、縦か横かその皮膚のシワによって向きを考えるって言ってました。はい、卵焼き出来上がり。ちょっと弁当用のやつだけ作るね。ベニクルリかな、わかんない。あれ？なんかおかしい。あ、いいのか。なんかね、これじっくりちょっと焼く。ちょっと油を回して。ちょっと焼きます。綺麗だね。なんかこれさ、柿って四角だからこう切りたくなるでしょ。でも私はこの斜めの線に沿って、なんていうの、四角を斜めに切るのね。こうやって、で結構今種入ってないの多いで、普通に剥いていく。私はいつもこの切り方、まあこういう感じでね。これはお弁当。そしたらご飯が炊けたっぽいので、おー、美味しそう。あれだよ、ミーミーより先に出るからね。だからもう早めに準備して。今何時？美味しい。じゃあ早く準備してきな。うんまっ
粉かな。で、冷めたらふりかけ。これ無添加ふりかけ。おはようみみ、味噌汁温めようか。あーもう入らない。はいどうぞ。しゃぶしゃぶのお肉ちょっとだけ余るかも。ごまどれたっぷり。これはね、昨日のしゃぶしゃぶしたお肉。しゃぶしゃぶしてないし。あ、お湯の中でしゃぶしゃぶってやったんだよ、ママが。しゃぶしゃぶ。おはよう。あ、今切る、ちょっと待ってね。ご機嫌ですね。なんかこんな余っちゃった、ここ。こんなにいらないかな。今日は、まあ、そんなもんかな。はい、今日はもう簡単にね、これどうぞ。残り、はい、完成。今日はこちらができました。チーズ入り卵焼き、赤くるりのソテー、小松菜と白菜の中華炒め、豚しゃぶのごまどれあえ、そして無添加ふりかけのご飯、牡蠣っていう感じですね。うちも牡蠣食べたい。あ、牡蠣ね、もうある、剥いてあるのもある。これはですね、今日はすごく簡単にできました。なんでこんな簡単だったんだろう。病院に行ったら時間あるからインスタに。ミーミーはどうなの？体調とか目とか。あの、ママがいないからって不規則な生活しないようにね。睡眠が大事だよ。早く寝るとね、元気になる。じゃあ私ちょっとチーズケーキ食べよう。ミーミー、はい、柿。これ剥いといたのもあるんだ。で、あとこれ温泉卵だから、ミーミー。見て見て。これね、昨日焼いたチーズケーキ。これ私用なの。甘くないチーズケーキ。私は今からもうこのチーズケーキがめっちゃ食べたかったから、でっかいの行こう。いつも朝食べないんだけど今日は食べる。好きなもの食べられなくなるもん。万が一ママに何かがあってもママに反抗したこと後悔しなくてもいいよ。うん、後悔しないね。うん、そんぐらいでいいよ、うん、大丈夫。ミーミーがママを愛してるってのは分かってるから。ママもねえねえ、あのミーミーのこと愛してる。見たらわかる。でも、ね、もしかしてママともう会えなくなるかもしれないんだよ。それは大変。これがさ、ママを触る最後になったらどうすんの。それは大変。でもお小遣いもらうときにちょっと増えるから。どうせママが死んだら相続でちょっともらえるから、お金。でもママがいなくなったら、いや、もらえないでしょ、うちに。いや、もらえる。けど、お金ママそういうの持ってないでしょ。あんまりない。うちね、11月2日までに必要なのお金。どうしようかな。もう本当にママに何かあったらどうすんの。あ、どうするのって言って、なんか言っとかない。おばあちゃんって行く。大丈夫。うん、でも分かるよ、ミーミーがママを愛してる、大好き、うん、分かるでしょ。で、そうそうでしょ、でもうん、愛してる。うん、でも分かるでしょ。分かる分かる分かるよ。はい、モザイク。じゃあハグ。なんか香水くさい。私香水つけてない。じゃあ私がいい匂いなんだわ。あ、おはよう。コンタクトがなくなったから欲しいんだけどさ、どうも合わないの。
じゃあそれもう一回もう眼科行かなきゃダメだよ。眼科行って来れる？早く まだあと数日分はある。もうなかった。でもそれちょっと次はさ、また3ヶ月分とか来ちゃうから、じゃあ眼科行って。ジェシちゃん、あとでハグしよう。こうやってさ、普通の日常でさ、美味しいチーズケーキ食べてさ、子供とこうやってね、並んで食べて幸せだよね。大丈夫？ママがいない間。大丈夫って言われて。ママがいなくて。うん、カレーが早い。濃厚でね、ほんと美味しい。ミミ、チーズケーキ食べてね。いらない。なんかさ、もう最近私のご飯人気ないんだよね。悲しいな。私がいない間は外食とかして楽しく。マック行く。で、今から病院に行くんですけど、荷物はこんな感じです。見て、これはね、かなちゃんにいただいたカバンとかポーチの中に、こういうブラシとか、こういうね、あと洗顔フォームとか乳液とか入ってます。で、ここは充電器とかね、イヤホンが入ってるでしょ。こっちはお財布とか書類もそうだし、これね、まきちゃんにいただいた、ジェシちゃんがもらったんだけど、私が使ってます。ボールペンで、 iPad でしょ。書類と、見て、これさやちゃんにいただいたキーホルダー。これね、こういうの見て頑張るぞって思うし、のんちゃんレモンさんにいただいたマスク。この中には私のパンティーとか靴下とか、ちょっとそういうのが入ってます。はい、あとはね、なんか寒いと嫌だからレッグウォーマー。あとはね、病院で1日なんか入院セットみたいなのをなんか400円とか500円で借りれるみたいなんですよ、1日だから。それでミミ行くよ。ママミミ、じゃあね、ママ大丈夫だから。うん。危ない危ない。ジェシちゃん、ジェシちゃん、じゃあママ行ってくるよ。ここは映せないけど。でかいな、なんかママが子供みたい。ママが子供みたい。じゃあジェシちゃん、大丈夫だよ。もし万が一ママが死んでも、後悔しなくていいよ。態度とかあります。元気で頑張って生きてくんで、ミーミーと仲良くね。大丈夫？じゃあね。なんか涙が出そうになりましたね。じゃあいい？みんな行くよ、私。洗濯物は山盛りにしておくから、ちゃんと各自片付けてね。はい。あ、でももう行く、私。なんか言いたいことある？いい、今日行く。あ、かわいい。みんな自分の心配ばっかじゃん。いや、心配するけど、だって大丈夫だもん、絶対。大丈夫なんだけどさ。え、ミミ来た。ミミいる。だからか、あ、ミミ鍵閉めてね。
ただいまー。なんて素敵なお家なの。素敵。やっぱ病室よりいいわ。いやー大変だった。今ここにあります。なんか広くなってる。今ねここに。わーいいねお家。え、ベッド広い。わーいいね。でもね私ね、あの便秘がひどいんですよ。もうお腹すごいんですよ。もう髪の毛がすっごい脂っこい。すごいやばい。わーそれもうね、足じゃなくてお腹が痛い。もう便秘がつらい。腸活やってんのにさ、もう病院だとさ動けないしさ、気使ってトイレもなんかさ行けないし、環境が変わるとちょっと腸の調子悪くなる。あ、おかえり。どうしたの。やだ、取らない。なんか嫌なことあったの。取らないね、マジで。友達と喧嘩してきた。ケミ、ママ退院してきたよ。友達とトラブってる感満載。まあ、機嫌が治った頃でね、また喋ろう。感動の再会シーンを撮るつもりが。何作ってくれてんの今日は。ポンペイ焼き。ポンペイ焼きってなんだ。なんかキャベツと豚肉炒めて、うん、卵でしょ。これを使ってね。あ、これ？これ作るの？うん、すごい。すごいの挑戦するね。そう？うん。なんかトンペイ焼きなんか作ったことない。うん。ねえ。これで焼くの。うん。でこれをしんなりするまで炒めるのね。うん、いいね。すごいすごい。もう悪くない。うん。さあできるか。頑張って、気をつけてね、ずれないように。お皿がずれないように。おお、素晴らしい。いいじゃん。いいね。うちマヨネーズないけどね。はい、今ね、パイン焼けのご褒美スタバ行ってきました。リカフェのスターバックスラテ、ホイップ、山盛り、追加、砂糖なしっていうね、ものを頼んでます。こんなにでっかいホットを頼んだの初めて。スタバのギフトチケットを LINE でいただいたの、視聴者様に。それをね、使わせていただいて、ご褒美にいただいてます。めっちゃ美味しい。ホイップ多めだからさ、全然冷めなくて熱々なの。はい、ありがとう、いただいてます。あ、ケチャップライス。なんかめっちゃ美味しい。もっと入れれば塩コショウ。おお、綺麗。わあ、すごい綺麗。めっちゃ綺麗。超綺麗だよね。綺麗。さっきのオムライスが入ってるのね。うん、かわいい。え、すごい上手なんだけど。かわいいよね。え、初めてなのにさ。すごい。かわいい。上手すぎじゃん。でも2時間もかかってないよ。私なんかね、2時間ぐらいかかるよって言ったんだけど、すっごい上手。美味しそう。これはいいね。うん、え、めっちゃ上手じゃん。これは冷凍のポテト、うん、あとお肉焼いて、うん、あとクリームチーズとレタス、うん、であとこれね、ミニパプリカのなんだっけな、あ、そう、ピクルスで、これがオムライスのスポンジボブ。違う。なんだっけこれ、誰だっけ。ミニオンだよ。あ、ミニオン間違えた。ミニオンさんです。